ちは、山田しおり役の花江美春です。今からセレクションのオープニング曲を、レコーディングに行ってきます。しおりちゃんはなんとトップバッターということで、もう頑張っていきたいと思います。緊張しますが頑張っていきます。行ってきます。今、セレクションのオープニングのレコーディングが終わりました。お疲れ様でした。あのですね、山田しおりちゃんはトップバッターだったので少し緊張したんですけれども、無事に撮り終えることができてホッとしております。この曲はですね、すごく元気とパワーをもらえる曲だなって思ってて、コールとかも結構多いのですごく皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかなって思います。たくさん聴いていただけると嬉しいです。これからも、セレクションよろしくお願いします。またね。はい、今うなぎさ役を務めさせていただきます、新井瑠璃と申します。今日初めてセレクションプロジェクトでレコーディングがあります。いやー、なぎさとしての初の歌唱になるので、すごいもうめちゃめちゃ緊張してるんですけど、何さらしさが自分なりに出せればいいなと思っています。お楽しみに。諦めずにそうさ、ここから始めよう。いつか恋羽ばたいてく、恋どこまでだって、恋信じ続けた道を、僕らはずっとこの先も一緒に進められてるから、もう かないか。はい、はい、今たった今ですね、レコーディングが終了しました。いやー、もう最初はめちゃめちゃ緊張しちゃって、もうどうしようかと思ったんですけど、やっぱり周りのスタッフさん方に支えられまして、ちょっと無事レコーディングを終えられました。いやー、この曲が主題歌として流れるんだと思うと、なんかもう本当にワクワクが止まらないです。皆さんに届く日を楽しみにしています。ありがとうございます。バイバーイ。皆さんこんにちは、淀川青役を務めさせていただきます、岩橋由香と申します。これからセレクションプロジェクトのレコーディングをしてきます。うわー、緊張するんで、もう今から高めてエネルギーいっぱい役に魂込めて歌わせていただきますので、皆さんお楽しみに。それでは行ってきます。はい、お願いします。そうさ、ここから始めよう。恋羽ばたいてく、恋どこまでだって、恋信じ続けた道を、飲みました。はい、先ほど無事に撮り終わりました。すごく最初の動画と比べたら、ものすごく汗をかいているのが、もしかして画面の前の皆さんにも伝わっているかもしれないんですけど、それぐらい汗をかくほどエネルギーを使いました。皆さんにもそのエネルギー届くといいなと思っております。たくさん聴いてください。皆さんこんにちは、東ママ子役の下地しのです。いよいよ今からオープニング曲のレコーディングです。初めてのレコーディングなので、まあちょっと緊張もしてるんですけれども、自分らしく楽しくレコーディングできたらいいなと思います。皆さん楽しみにしていてください。行ってきます。はい、お願いします。そうさ、ここから始めよう。いつか恋羽ばたいてく、恋どこまでだって、恋信じ続けた道を、僕らはずっとこの先も一緒に進んでいけるから。はい、ということでレコーディングが終わりまして、今後ろの部屋では出来たてほやほやの歌を聴くことができる状態になりました。
そうですね、とにかくすごく楽しくてあっという間に終わっちゃったレコーディングでした。中でも一番あのゴーインっていう掛け合いというかコール&レスポンスできそうな部分はもう皆さんのこう皆さんと一緒にライブしているような気持ちで言わせていただいたので皆さんにたくさん聞き込んでいただいて、そしていつか一緒にゴーインと言えたらいいなと思っておりますので皆さんたくさん聞いてください。それでは下地篠でした。ありがとうございました。三山すずね役矢野ひなきです。本日はですねセレクションプロジェクトの初のレコーディングがございまして、オープニングの、オープニング曲のレコーディングになります。ここからやっと始まっていくんだなってドキドキしているんですが、とにかく楽しみながら頑張りたいと思います。お楽しみに。恋駆け出してく恋で速力で恋急な登り坂っても先ほどオープニング曲のレコーディングが終わりました。はい、すごく楽しかったです。なんかねこう掛け声とかはいっていうやつがあるんですけど、それはもう絶対盛り上がると思うので楽しみにしててください。皆さんこんにちは、浜栗ひろみ役の南雲のぞみです。私事で大変恐縮なんですけども、今日が人生初のレコーディングになります。もう動悸が止まらないんですけど頑張っていきますので皆さん楽しみにしていてください。では行ってくるでー。あ、初めてです。あ、はいはいはい、お願いします。そうさ、ここから始めよう。Going 羽ばたいてく Going どこまでだって Going 信じ続けた道を。はい、ただいま収録が終わりました。めっちゃ緊張しましたけどすごく楽しく収録を終えることができました。また一つヒロミと仲良くなれた気がします。では皆さん楽しみにしていてください。ではではまたな。皆さんこんにちは、小泉ゆと役の白川瑞奈です。今からセレクションプロジェクト初めてのレコーディングをしていきます。ちょっと緊張しますが頑張っていたのでよろしくお願いします。きっと恋叶えられる、恋どんな時も恋夢を追いかけてくよ。約束しよう、あの場所へたどり着いて輝けるはずだから。してないです。ありがとうございます。はいはい、先ほどレコーディングが終わりました。なんか掛け声とかがあったりしてすごい歌っててテンションが上がる楽しい曲になったと思います。私が書いたわけじゃないんですけど、すごい楽しかったのでぜひ皆さんにも早く聴いていただきたいなと思いました。お楽しみに。ヤギのどかちゃんを演じさせていただきます四宮ひなです。今回レコーディングが初めてでとても緊張するんですが精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。涙流してぶつかって転んで逃げ出しそうになったけど希望を抱いて諦めずにそうさ、ここから始めよう。収録が無事に終了しました。とても緊張したんですが、たくさんの方々に支えられながら、無事に撮り終えることができました。今回の収録を終えて歌うことがとてもとてもさらに大好きになりました。皆さんにも、今回の曲たくさんの方々に聴いていただけると幸いです。
ぜひぜひたくさん聴いてください。皆さんこんにちは、花のエレナ役の水野作と申します。今日はセレクションプロジェクト初のレコーディングということでオープニング曲を撮っていきたいと思います。すごい今になって緊張してきたんですけれども、元気いっぱいあふれる曲なので私も元気いっぱい撮れたらなと思います。では行ってきます。聞いた恋叶えられる恋、どんな時も恋、夢を追いかけてくよ。たどり着いて輝けるはずだから、はいはい、わかりました。はい、わかりました。はい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 、お願いします。はい、先ほどのオープニング曲の収録が終わりました。いや、先ほど言った通り、あの楽しい曲なんですけれども、れなちゃんがクールなので結構クールめな感じになっちゃいました。でもれなちゃんなりに楽しく撮っているので、よければ楽しみにしていてください。レッスンの日々は本当に本当に